込み、そして湯沢が追い越していきます。あ、堀込自分でドリブルでいく、エリアの中入っていく、そして落としてシュート、ノラクション今度は佐藤、立ち上がり4分で3得点、3本のシュートで3点ですか。はい、まあ、堀米の突破で勝負になりましたかね。でしたね。いや、その後、まあ、金園のワンタッチから、こう、まあ、片野坂の、うん、監督の今の表情が全て物語ったと思いますね、はい、ちょっと大分イレブンが浮き出しだってますかね。ここですよね、この堀米の突破、ここの2人の間取ったところで勝敗でしたかね、はい、うん、リフレクトして方向変わってゴールインでした。ここを突破したっていうのは、ね、はい、大きかったですよ ね、 そうですね。